ドコモショップの店頭で体験できるメタバースプラットアート展。これは障害者支援施設の運営などを行う有輪社がドコモと共同で実施しているものです。現代美術家の森先生という方に船の土台となる木の部分であったりとか、このプラスチックの部分を作っていただきまして、でそちらをもとに参加者の方にマスキングテープで装飾していただいたり、マジックだったり絵の具で装飾していただいております。障害のある方もない方もアート作品作りに参加いただきまして、障害者の方の個性だったりとか自立に向けてしている活動になります。有輪社ではアートを通じた支援活動を7年前にスタート。これまでは美術館などの施設やオンライン配信での展示を行っていましたが、今回初めてメタバース空間を活用しました。メタバース空間を利用することで、徳島県だけでなく全国のお客様に体験いただけるという点と、障害をお持ちの方ですとかリアルに参加が難しい方もメタバース空間上であればアート作品を見たり、参加している方とコミュニケーションを取ったりすることができるという点で、メタバースプラットアート展を実施することにいたしました。メタバースプラットアート展は3月26日まで。アート作品の実物展示は一部店舗での実施となりますので、詳しくはドコモのホームページをご覧ください。